ところでどっちが悪者だと思う？関係ない。我々の任務はその子を保護することだ。さあ、その子を渡してもらうよ。動くな。無駄な抵抗はやめろ。詳しい話を聞かせてもらうよ。さあ、ご同行願おうか。どうする？任務完了だ。あとは世界歌劇団連盟と彼に任せよう。大正桜にロマンの嵐、かつて帝都を守る伝説の乙女たちがいた。歌い踊り、そして戦う乙女たち、その名は帝国歌劇団。それから14年、今新たに新生帝国歌劇団花組が帝都に誕生した。何ですか、アナスタシアさん。この衣装、背中が少し余るの。何とかできないかしら。え、今からですか？本番では完璧にしたいの。お願いね。わかりました。あの、さくらさん。はい、何ですか？すみません、次回作の執筆中なので、もう少し静かにお願いします。はい。そういえば、あざみがいない。ああ、アザミだったら自分のリハーサルが終わった途端にいなくなったぜ。もうすぐ開演なのに。探しに行かなくちゃ。衣装さんも呼んできますね。よろしくね。はい。アザミ、どこに行ってたの？ちょっと外に出かけるときは教えてって言ったよね。里の掟29条、行動は極秘にすべし。とにかく今は本番前なんだから、早く着替えてください。もう出かけないでね。えらく張り切ってるな、さくらのやつ。しょうがないですよ、隊長代理として迎える初めての舞台ですし。それに今日はあの人が帰ってくる日だからな。
やあ、ただいま。今帰ったよ。神山隊長ん？あれ？誰かいる。ああ、この子はクラーラ。実はクラーラはね、今度この帝国歌劇団花組に見習い隊員として入隊することになったんだ。この子が花組に入隊？長らくお待たせいたしました。帝国歌劇団花組第18回公演凍てつく魂、ただいまより入場開始します。いらっしゃいいらっしゃい。お弁当からお宝グッズまで何でも揃ってるで。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。さくら、そんな表情でメイクすると変な顔になるわよ。そうでした。笑顔笑顔。さくらは心配事があるとすぐ顔に出るな。そんなことないよ。まあ気持ちはわかるけどな。なんせ任務から帰ってきたと思ったら女の子連れてきて見習い隊員として入隊させるからだもんな。嵐の予感がする。同感。私も。もう何言ってるんですか。清十郎さんが連れてきた子なんですよ。だから心配なのよ。ああ、それはわかる。っていうか実は隠し子だったりして。最悪、地獄に落ちればいいのに。みんな清十郎さんのこと何だと思ってるの。生まれつきの女ったらし。乙女心をもてあそぶ悪党。里には見せられない危険人物。ズバリジゴロね。まもなく開演です。クラーラ、君もこれから帝国歌劇団の一員になるんだ。先輩たちの舞台を見て大いに勉強してほしい。お、始まるぞ。どうだい、これが帝国歌劇団の舞台だ。これが帝国歌劇団。感動した。生きてよかった。絶対また来ようか。今日の客すげえ盛り上がってたな。今回の公演も幸先いいですね。明日以降も気を抜かずに行きましょう。同意。ああ、その前に腹ごしらえだ。ハツホさんたら、まずは着替えでしょ。そりゃそうだ。誰にも気づかれてない今のうちに、あの時のこと。
タイのことを頼んだぞ、サクラ。任務から戻ったらきっと埋め合わせはするよ。買い物とか遊園地とかさ、二人で行こう。約束覚えててくれるかな。それにあの女の子のことも聞かなくちゃ。彼女はモスクワ歌劇団の唯一の生存者だったのですね。はい。しかし世界歌劇団連盟による徴収で、事件の影響により記憶の一部に混乱が生じていることが分かりました。墜落前後の記憶が失われているようです。今彼女はカオルさんについてもらっています。長旅で疲れているようだったので部屋で休ませています。そうですか。ロシアでクラーラを狙ってきたという二人も気になります。引き続き警戒を怠らないようにしましょう。そのことですが、歌劇団連盟からクラーラを日本へ送り届けた後、諸般の手続きのため本部へ出頭せよとの命を受けているのですが。妙ですわね。手続きだけならわざわざ神山君を呼ぶ必要などないでしょうに。失礼します。清十郎さん。ん？さくら、どうしたんだ？着替えもしないで。あの清十郎さんに聞きたいことがあって探していました。舞台の感想なら後だ。至急司令室に集合だ。一週間前、ペトログラード郊外で大きな爆発事故が起きました。一週間前といえば確か清十郎さんが極秘任務に出発した日。これは何か関連がある？その通りよ。でも爆発事故は表向きの発表で、実は何者かの攻撃によってモスクワ歌劇団の乗った空中戦艦が撃墜されたの。極秘任務中だった隊員は一人を除き安否確認が取れず、世界歌劇団連盟から各国の歌劇団に調査のためメンバーを派遣するよう指令が下りましたの。それで清十郎さんが。その通りだ。帝国歌劇団からは俺がロシアに派遣されることとなった。そして到着したロシアでロンドン歌劇団のランスロット、ベルリン歌劇団のエリスと合流し、墜落現場にいた唯一の生存者の少女を保護することになった。それがクラーラだ。保護とは一体どういうこと？彼女は何者かに狙われているんだ。何だって？墜落現場から奇跡的に無傷で救出されたクラーラを連盟本部へと移送中、正体不明の怪人物2名がクラーラを狙って襲ってきたんだ。しかもその2名はそれぞれ別勢力らしく、ランスロット、エリスの協力を得てなんとか撃退したが、そのうちの一人の姿はまるで上級コーマのようだった。クラーラだけがなぜ無事だったのか、そして攻撃したのは誰だったのか、真相は依然として不明だ。クラーラも墜落のショックで当時の記憶が残っていないらしい。だが襲撃者の目的がクラーラのダッシュだったことを考えると、彼女が何か鍵を握っているとみて間違いないだろう。彼女にそんな事情があったなんて。襲撃者たちのことは何か分かったのかしら？いや、襲撃以来何の動きもない。ただ彼女の安全を考えて欧州ではなく海を渡った日本で預かることになったんだ。それで清十郎さんが帝国歌劇団に連れて戻ってきたんですね。ああ、歌劇団連盟の指示もあったんだが、俺も彼女のためにはそれが一番だと判断したんだ。そりゃ私たちは最強の歌劇団だからな。もちろんそれもあるが、仲間を失い記憶までも失い、天津さえその身も狙われ、そんな彼女に一番必要なもの、それが私たち。ああ、俺は花組は家族みたいなものだと思っている。花組は家族。ああ、なんかわかる気がすんぜ。天涯孤独になったクラーラには家族が必要なんだ。私たちが家族。君たちなら可能なはずだ。俺はこれより事件の真相究明とクラーラの移籍に伴う諸般の手続きのため歌劇団連盟本部に戻らなければならない。頼む、彼女の新しい家族になってやってくれないか。清十郎さん。
もちろんだぜ、神山。理解した。わかりました。意義なし。みんなありがとう。清十郎さん、安心して欧州に行ってください。彼女のことは任せてください。警報。ここから先には行かせないわ。クラリサ・スノーフレーク、一匹たりとも逃がしません。望月あざみ、マイル。これが帝国歌劇団花組のもう一つの姿よ。これが花組。それでは行ってまいります。クラーラのこと頼んだぞ。
解きほぐすことができるのなら、恐れるものなどないのです。モスクワより訪れたる謎の美少女、襲い来るコーマ、暗躍する怪人シロマント、そして少女を追って現れるのは波乱万丈驚天動地の物語。次回新桜大戦第2話、正体不明謎の怪人現る、大正桜にロマンの嵐。